その気力乾杯ですよ。乾杯。はい、まあ、ある程度私マウンドの方からは、見ましてね、これがもしセーブだったらって私やってる時はね、やはり速い球に対してライト方向とかセンター中心とか落ちるボールをやっぱり見極めてる中にすごくやっぱり投げづらいっていう神経を使うってくるんですよね、だからジャイアンツの場合は確かに渡辺君今日はいいですけど割と積極性を持って打ちに行ってるんですけど、ちょっと完璧にその打ち取られてるっていうか、まあ、投手にとればあんまり楽かなっていう感じはいたしますけどね、投げやすいっていうか、来たボールに対して積極性を持って打つっていうのはもちろんパワーとかそういう部分は必要でしょうけど、やはり逆らわずに、打球に逆らわずに方向を決めて打たれるっていうのは非常にプレッシャーがありますね、ピッチャーは。巨人打線に今一つそういう工夫が感じられませんか。私はそう思いますね。もちろんこう投げてる渡辺君自身もピンチはまあ初回とかいろんな先頭で出した場面もありますけどね。そうですよね。やはり自分を信じてその気力を全面的に出して、私はだから普段自分のピッチングやってるっていう意識しか見えないんですよね。だからむしろもっと巨人打線っていうのが打つのかなっていうイメージありましたけどね、